押してますが、あ、2名様ありがとうございます。じゃあ3分となった。あ、1個は私だ。じゃあ始めますか。始めますか。じゃあお願いします。演劇集合体マキニウムの牧島雅子です。企画担当の美咲結衣です。よろしくお願いします。いい感じの生放送、イエーイ。ということで、はい、今回はキャサリン・ホルトがちょっと体調不良で、うん、ピンチヒッターで牧師さんがいらっしゃってくださいました。よろしくお願いします。お、美咲さん、美さん。じゃあ、ツイキャスの配信内容をお願いします。はい、今回はフリートーク と、7月27日と8月10日に、公演されますいい感じのギアの宣伝をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回マキシさん、どういう役柄ですか。ですね、フリーペーパーにプレインサイクロン人間回帰って書いてあるチラシが来て、そこに参加している女性の役をやります。アピールポイントはありますか。アピールポイントは、はい、作品自体のアピールポイントは自分の役どころでも大丈夫ですよ。自分の役どころ、そうですね、なんか閉じ込めてる感じ閉じ込めてる感じぜひがちょっとその、はい、なんか何かしら閉じ込めている女性がちょっと、はい、その中身がちらっと見えるところをがいいとこかなって思ってます。はい、ありがとうございます。はい、マキシさんの出演会を教えてもらってもいいですか。はい、じゃあちょっとよし、ここをご覧ください。はい、私の出演会はですね、はい、まず、はい、7月30日の日曜日の、はい、13時30分ミックスのやつと、はい、16時30分の、波チーム、あ、フレッシュチームのところで出演するのと、はい、また次の日曜日の、8月6日の13時30分と、はい、19時30分で、最後に8月7の月曜日の20時からに、はい、出演しています。お、はい、ありがとうございます。はい、ぜひよろしくお願いします。お、今のところ閲覧が4名様で、はい、ゴラケンさんから頑張れと来てます。 ありがとうございます。ゴラケンさん、ではじゃあここでゲスト紹介いきたいと思います。はい、じゃあ皆さんいいですか。皆さん全部出るいいですか。いいですか。いいだろう。ってことで、ちょっとよろしくお願いします。じゃあ今回のゲストは、わー、わー、わー、あちゅんさん。はい、あちゅんです。ひよこちゃん。ひよこでーす。たっつんです。はい、あんさばくん。お、りっさん。はい、まきさんは何かしらと思ってます。きさんはひたすら食べてますって印象つけますじゃあ皆さん、はい、じゃあそことそこで空気の入れ替えセカンドだけしようかなと。じゃあ皆さん、役どころをと、あ、役どころとアピールポイントをお願いします。役どころ、ミヤコやります。お、で、どっちもぶっ飛んでます。お、以上。役どころは、アピールポイントは、どっちもぶっ飛んだ役なので、この人やばって思われたらいいかなって感じです。以上です。ありがとうございます。
ひよこさんお願いします。役どころあれだ、牧島と実は同じ役で別チームなんですけど、牧島とは違った感じで見えたらいいなって思います。まあ可愛く演じられたらいいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、僕も最悪やるんですけど、変な人の役と変人の役です。変しかない。そう、全部どっちも変なんだよ。イカれてるのしかないっていう。牧島さん確かに。こんな感じです。よろしくお願いします。じゃあちょっと座り、あ、アップデイ。じゃあちょっと見えますかね皆さん。じゃあ私こっち行きます。ではそれでは、人数のキャストってやば。ではそれではですね、ちょっとしたゲームを行いたいと思います。はい、じゃあ今回お三方、今回初めての放送なので、前回やったブレインサイクロン、ブレインストーミングというのを、まあ、いないてるかもしれませんが、今回普通早口言葉って5回とか3回じゃないですか。今回は10回で、10回、ブレインサイクロン、ブレインストーミングを10回で、マキシさんも挑戦。10回、OK、了解です。じゃあどうしますか、順番は。順番じゃあ最初行く。おお、あ、もう一ついいですか。何、もしちょっと突っかかって噛んでしまった場合、ちょっとした罰ゲームが用意してます。お、待って、聞いてない。もう見てるから知ってる。昨日やってた感じのあれですかね。仕事してたわ昨日。ではその罰ゲームは、まあ先ほどちょっと会議しまして、会議してたの。なんだ、なんだと。罰ゲームはモノマネです。モノマネ、恥ずかしい。なので頑張ってください。はい、はい、じゃあお願いします。なんだっけ、ブレインサイクロン、ブレインストーミング。はい、行きます。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、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 ブレインサイクロン、ブレインストーミング。ちょっと待って、ちょっと待って、何なの、息が続かない、息が続かない、息が続かない、ブレインサイクロン、ブレインストーミング、嵐、嵐、ブレインストーミング。ガイアうるさいぞ。お、あと3、あと2回、あと2回。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、ブレインサイクロン、ブレインストーミング。おー、イエーイ。息が続かない。嵐がいるぞ。いいんです。息が続かない。あ、誰か、お、サキンチョさんと、あ、私のお友達です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の挑戦者はひよこさん。頑張れ、お願いします。いきます。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、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 ブレインサイクロン、ブレインストーミング。イエーイ。7年やってる、7年培った力です。0ヶ月、1ヶ月かな、5月だから1ヶ月かな。初舞台ですよね。生まれたて、生まれたて、生まれたての 小鹿です。そう、1ヶ月、生まれたてのアチュ。なんかやだな、生まれたてのか、なんか多分やばそうだな。何も知らないじゃん。じゃあじゃあじゃあ、じゃあそこ最後に回そうで。お、じゃあ私行きます。最後に大鳥を持って。よし、じゃあ行きます。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、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 ブレインサイクロン、ブレインステーキング、ブレインサイクロン、ブレインステーミング、ブレインサイクロン、ブレインステーキング。頑張ってた、来てます。
モノマネは最後に置いときますか。何をやるか。新人舞台もあるから。こっちの方が嬉しいっていう。頑張ったよ、緊張を壊しに行くぜ。ザさん、よし、大鳥来たぞ。お大鳥、大鳥大事ない、いっそ座ってここでど真ん中でやれば。おここどうぞ。何それ、何それ。ほら、一応ね、すっごい慣れてるから。はい、すごい慣れてるから。超いい慣れてるから。ちなみに私は無駄にハードル上げてくるな。20回言いました。その10回と10回あのお二人の宣伝に。マジか。言ってたね。そう、あとで、あとで。え、ウイちゃん言い切ったの？昨日見てないんだ。言い切りました。イエーイ、言い切りました。よし、じゃあ早速いく。よし、じゃあ行くぞ。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、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 今日は言い慣れてるから20回とか言えるよね。いや、10回でお願いします。じゃあ絶対10回。2日目、3回目の挑戦、いきます。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、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 よっしゃー。ガイアがうるさい。昨日よりもちょっと早く言えた気がします。おお、そうなの。やったー。イエーイ。じゃあサバオさん、サバオさん、ちょっと来てもらってもいいですか。いや、ちょっと俺これに忙しいから。いや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 、これに忙しい。2日目、私、ウイちゃんの速まばたきみたいな。緊張、大阪から見てるよ、相変わらずピオちゃん可愛い、会いたさましたって言われた。やばい。いや、実は来週会うので私リサ子が会いたいそうです、緊張に。よし、じゃあじゃあサバやんないの。サバオさん、サバオさん、サバオ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 、まったく人気者すぎて困っちゃうよな。まったくどいつもこいつも俺のこと大好きかよ。しょうがねえな。じゃあ行きまーす。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、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 ブレインサイクロン、ブレインストーミング。お願いします。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、あ、間違った。違う、ブレインサイクロン、ブレインストーミングお願いします。27年やってる分分かってるから。ブレインサイクロン、さすが。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、ブレインサイクロン、ブレインストーミング、分かってる。もう、マキさん、ブレインサイクロン、ブレインストーミング、ブレインサイクロン、ブレインストーミング。え、もうワンチャンス。ブレインサイクロン、ブレインストーミング、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 ブレインサイクロン、ブレインストーミング。おお。判定
か今のセーフか。お、どうします、はい、皆さん。どうすよ。マキシマ的にはマキシマ的には一緒にモノマネをやっていただけると。お父さん、お父さん一緒にモノマネやってほしい。親子で。お、ってことはじゃあモノマネタイムに行きますか。イエーイ。イエーイ。何も間違いない。マキさんとマキシマさんどっち。いや、じゃあここは一緒に力道山とジャイアントモノマネ。まさかのコラボ技ですか。コラボ技、コラボで。お、じゃあ、ま、マキさんとマキシマさんいいですか。じゃあ一旦履きます。変えればいいんじゃない。あ、でもいいんじゃない、こっち。ではモノマネとして、モノマネ、モノマネとして、力道山とジャイアンツの顔持ってるやんの。ごめんなさい、絶対滑るんじゃないかな。プロレス好き大激怒。私ちなみに全く知らないです。技かけられるよ。じゃあ行きます。激怒だよ。翔くん、おい、ガチガチだよ。翔くんの得意技なんだよ。ジャイアントチョップ。、うん、一発俺やってくれ。いいのかい、大丈夫なのかい。お前その言葉遣いなんだ。その言葉遣い。先輩だよ、先輩。大先輩。大先輩。力道山、力道山大先輩だよ。じゃあ大先輩なんだ。力道山って言っちゃったよ。いいんですか、力道山先輩。先輩じゃ、先生だ。力道山先生。やってみよう。行きます。ジャイアントチョップ。足りない。力道山チョップ。なんで、ちょっと待って、なんで肩叩きじゃない。肩叩きしてる。力道山チョップ。気持ちいい。力道山チョップ。チョップ。十文字以上。十文字じゃないよ。お前片手しか使ってないよ。十六番キックだよ。あ、そうなの。十六番キック。なんだろうな、この誰か終わらせたいから。終わろう。終わりましょう。はい、ありがとうございました。終わらせ方つつ滑り芸どころじゃない。あ、ウイちゃんが終わらせ方は何も。じゃあ終了。ありがとうございました。ってことで次のコーナーに参りたいと思います。おー、イエーイ。ってことで、私たちからちょっとお題というか質問があるので答えてほしいことがあります。じゃあ、あなたにとっての究極のサイクロンとは。究極のサイクロン。じゃあ、タツンさん。あ、そっち。究極のサイクロン。はい、サイクロンね、なんだろうね、なんだろう。寝ることじゃない。寝ること。寝ること。確かに。サイクロンってどういう意味。サイクロン、サイクロンとは、サイクロンとは、とは何ぞや。何どういう意味。学者が学者だからできるから。サイクロンとはアメリカの台風じゃないんでしたっけ。違うよ。何。やられた。違うよ。はい、サイクロンとは。サイクロンとは、もう意味わかんない。サイクロンとは何喋ればいいの。あれじゃない、セリフ言えば。アメリカの台風はハリケーン、正確に言うとアメリカの熱帯低気圧のことだけど、サイクロンはインドだよ。おー、普通にセリフ喋る。
結局何サイクロン熱帯低気圧のお題があなたにとってのサイクロンって、私にとっての熱帯低気圧です。サイクロン、どういうことやろ、答えがめちゃくちゃある。視聴者にどんな質問か分かる。なんでしょうね、私にとってのサイクロンはなんかテンションが高くなる。私なんかなん、そのものに対してテンションが高くなる、なんか嬉しいこと楽しいっていうので、私にとっての究極のサイクロンはラーメンです。おお、でですです、もう美味しいもので、美味しいものでちょっとあの元気もらってるので、グルメとラーメンです。おお、じゃあ次、ひよこさんお願いします。え、途中言った？そういくん、あ、ね、寝ること、サイクロン。最近一番のサイクロンだなと思うのはやっぱメンズ地下アイドルかな。おお、な、それな、それな、それな、そしか言えないな。めっちゃめちゃくちゃコンサートとかがすごい楽しいので、でたまに札幌とかでも来てやってるグループはいっぱいあるので、ぜひ来ていただけて。たら多分もしかしたら私がチラってオタクをやってるかもしれない。そうだな、そうだなっていう感じ。ということで、まあ地下アイドルが今私のサイクロンです。おー、イエーイ。あった。あじゅんさん。私のサイクロン、私、ライブ。おー。もうどこのライブにも行きます。いろんなものにいます。むしろ基本あの。まあその地下アイドルだったりとか、まあ分かりやすいとこ行ったらジャニーズだったりとか、うん、もうその辺のところはよくいます。で、あの結構サイクロンしてます。おお、私にとってのサイクロンはライブ。おお、イエーイ。コメント読み上げますね。おお、と先んちょっとすごいな、とまずあの何だっけ、何て読んでると早口言葉で一回だけでも言えないわ、うん、と多分ライブアイドルについて、それな、うん、ご次元万歳と、ご次元万歳、ご次元、ご次元万歳、はい。こちらの地下アイドルは5次元なので、5次元なんです。5次元なので、じゃあ演劇も5次元目指します。じゃあ5次元や、ちょい最後に、マキシのサイクロンと、まあ、私のサイクロンですね、まあ楽しいってこともあるんですけど、まあはい、なんだろう、大変なことに乗り越えるみたいなところも含めてやっぱり月並みですけど演劇やってることだと思ってます。いい答えが出てくる。模範解答をしてしまいました。ありがとうございます。では、お、23分、お、23分、じゃあ、皆さんの出演会、出演する会を教えてもらってもよろしいですか。出演会、出演会見ないとわからん。じゃあちょっとだけ画像をこうしますね。あ、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。よかったです。すいません、出てない。じゃあどなたからいきますか。はい、いきます。ひよこちゃん、私から言います。私の出演する日は7月28日の20時から、はい、で、あと7月31日20時から、はい、8月3日20時から、はい、8月4日20時から、はい、ほぼほぼ夜の会、平日夜が多いので、なので結構会社帰りとか、まあ、学校夏休みか、でもあの講習帰りとかにも来やすい時間だと思うので、ぜひぜひたくさんの方見に来ていただけたらと思います。よろしくお願いします。よ、じゃあお次は、はい、あちゅんさん、あちゅん行きます。はい、まず27日20時から、はい、と28日20時から、はい、
で30日13時半から、はい、で31日20時から、はい、あと3日20時から、で5日13時半からと、はいはい、6日次の日19時30分から、はい、で7日20時から以上が出ます、うん、はい、初ステージで、8ステージあります。よろしくお願いします。頑張ります。お次は、はい、タツンさんのステージです。最初が29日16時半で、はい、次が同じ日の19時半、はい、で次が30日16時半、はい、4日20時、はい、5日19時半、はい、6日13時半、はい、と19時半、お7日の20時からが俺です。お結構ある。1、2、3、4、5、6、7、8。おお、同じ同じだ。8ステージ。アピールとかありますか？一言お願いします。まあどっちも狂ってる役なんで、ぜひなんか狂い具合を見に来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。でもよし、マキシさん先ほどもおっしゃいました。でもいたいた。ではちょっと26分。おお、あともうちょいだね。うん、じゃあ皆さん自分の他に、うん、あのおすすめ、うん、この人面白いよっていう方いますか？面白いよ。はい、はい、同じチームの、はい、細川美希。おー、美希、それの、うん、あのそこと私の関わり、その同じチームで関わりがある役なんですけど、うん、まあそこはね、ミキティは大注目ってことで、 そこはもう一番もう見てほしいかもしれないですね。はい、その子かな、私は。おお、なるほど。ありがとうございます。でも、ひよこさん。私は、はるちゃんだな。おお、わー、はるちゃんのあの可愛らしさが本当にやばい。私はいつも稽古で癒されておりますので、そこを注目、ぜひ、私も注目してほしいけど、はるちゃんの方もぜひ見てみていただけたら、すごい可愛さが伝わると思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、タツンさん。これは、サバオかな。おー、あれ、本人がいなくなった。本人どっか行ったな、今。消えたけど、うん、さっきまでいた。あ、いたいた。サバオ、おすすめ。おすすめらしい。当たり前よ。あ、なんだろうね、こうたまに自主練とかで一緒にやってるとすげえ面白い。あ、確かに面白いね。面白い。そう、青は面白い。ありがとうございます。鳥のマキシ。マキシは、ですね、みんな面白いなって思うんですけど、あえてなんか、はい、ずらしてはい、言うと、あ、2人ぐらいいるんですよね。お、誰だ。まずは同じチームの、はい、なみちゃん、小林なみちゃんがすごいなんかやってる側としてすごいやりやすくて、すごいあのいい感じなのでさっくりですけどいい感じなので、そこがちょっと注目だなって思ってます。あとはもう一人はカラス君、黒道カラス君。そこ、はい、が、すごい独特な雰囲気を持ってる方なので、そこが、面白いかなって思ってます。はい、ありがとうございます。うん、では29分なので、じゃあ最後に皆さんで宣伝したいと思います。はい、いい感じのギア、7月の27からと8月の8日と8月の10日のスペシャルステージもございますので、うん、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。お待ちしております。お願いします。では、いい感じの生放送でした。ありがとうございました。